皆さんこんにちは。こんにちは。今日は赤トップバーアイスの美味しい食べ方を紹介するのだ。冷凍食品のベリーミックスね。チリからの輸入品でブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー、ブラックベリーが入ってるんだって。これを赤トップバーアイスに混ぜるわけね。このままでもいいんだけど、食べやすくするためにザクザクと切っていくのだ。冷凍だから雑にやっても潰れたりしないわね。これを赤トップバーアイスに入れるのだ。ほとんどないじゃない。ここまで減らすと容器をそのまま使えて楽なのだ。スプーンできるように混ぜるよ。赤トップバーアイスはトラブルで一時的に回収されたけど、今回のはその後発売されたものになるよ。原材料に書かれてないものが使われてたのよね。前よりちょっと柔らかくなった気がするね。ここで重要アイテム、コーンフレークを追加で入れるよ。視聴者の方に教えてもらったのよね。入れるとどこを食べてもコーンの食感が味わえるのだ。かなり入れたわね。単品で食べても美味しいものばかりだから、配分とか適当でも美味しく出来上がるよ。器に盛り付けたら完成ね。食べる分だけ作るのがいいよ。再度冷凍するとフレークの食感がすごく悪くなるのだ。溶けちゃってるわね。これはこれで美味しいよ。でもクーラーが効いてる部屋で作る方がいいだろうね。ちょっと味に飽きてきたらぜひ試してみてね。それでは皆さん、ごきげんよう。